ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりにぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで、皆さんお久しぶりでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。9月も初旬を迎えまして、もう夏が終わろうとしています。僕の大好きな季節、夏が終わってしまうのが本当に悲しいんですけれども、でもこううだるようなね、溶けるような燃えるような暑さから少しずつ解放されてきていますが、少しずつ少し過ごしやすくなってきていますが、ちょっと夏が終わるのが寂しいなと思っている所存でございます。本日のパーソナリティを務めさせていただきます、こまちゃんです。ちょっと動画の方をこの期間、夏休みをいただいているんですけれども、久々のスタンドバイユー、いつぶりだ、約1ヶ月ぶりですかね。皆さん、世界大会の取っ手出し配信見ていただけましたでしょうか。ちょっとじゃあ世界大会についてね、振り返っていけたらいいかなと思います。まあ夏のこととかもね、この夏を一挙大振り返りしていきたいと思います。初めてコーチとして国際大会に、世界大会に参加させていただきました。そして今年はね、記念すべき WBTF と NBTA の大きい組織、2つの組織が1つになったIBTF の世界大会が1回目ということで、まあ、2015年にもありましたけど、組織が一つになってからの初めての大会にね、こう参加することができて、こうバトン界がね、少しずつ前進している様子をこう肌で感じることができた貴重な経験となりました。発表会が終わってからですね、結構バタバタとしていたんですけれども、8月の8日に日本を出まして、8日の夜ですね、夜現地リバプールに着いて、そこから5日間バタバタとこう大会を終えていきました。もうとにかくね、終始楽しかったですね。なんかこんなにコーチとして楽しんでいいのだろうかっていうぐらい楽しませていただきましたね。そこにこう連れてってくれた2人に感謝ですね。あとたくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。おかげでね、2人もというかね、まあ日本選手団全員ね、こうまあコロナにもかかわらず、こうみんなまた全員無事にこうフロアに立つことができたので、すごい日頃の皆さんの努力と応援がフロアで力を結んで、実を結んだんだなというふうに現地で感じることができました。リバプールはですね、まあ、少々も言ってたけど本当に過ごしやすくて、まあ夏が好きな僕からすると若干ちょっと肌寒い気はするんですけれども、本当に過ごしやすかったです。ホテルから会場までがね、まあ、3つに分かれて、日本選手団3つに分かれていたんですけど、まあ、徒歩10分から20分ぐらいですかの距離でこう移動ができる最高な立地だったのかなと思います。まあかなり栄えていたので、まあ、観光地でもあるし、すごくこう栄えていた場所なので、まあ、海辺も近くてすごい立地が良かったですね。こういろんなお店もこう便利だったし、こう歩けばすごい楽しい場所がたくさんあったので、こう大会行く時も帰る時もね、こう清々しい気持ちで移動できたかなと思います。今までの世界大会だと、まあローマといえど郊外だったりとか、まあ、トリノといえど郊外だったりとか、まあ、結構こう都市から中心から外れた場所が多かったんですけれども、今回はリバプール、まあリバプール自体も小さい町ですけど、リバプールの中心の中でこう生活ができる環境だったので、それはすごく良かったかなと思います。
この間キャンプにいた時もカリッサもね同じようなことを言ってて、すごく便利でよかったって言ってて、多分他の国の選手もねきっとそう感じたんじゃないのかなというふうに思います。やっぱり今までだと遠いので、こう町のホテルから市外の方の体育館とか大会会場にみんなでバスで行くとかいうことも普通にあったので、結構バスをこうピストンでこうね運転してもらって、何便かに分かれて何時発を決めてとかっていうのがあったんですよ。だけど今回はもう自由に自分たちの行きたい時間に行って、帰りたい時に帰ってっていう風にできたのがすごい、選手にとったらねストレスがすごく減る環境だったなというふうに思うので、それはすごい良かったなというふうに感じています。そうだね、僕が世界大会十何回か行かせてもらいましたけど、結構世界大会史上かなり上位に食い込むぐらいっていうか、トップぐらい環境の良さにびっくりしました。もう本当に不自由がないっていうか、こうストレスがない環境だったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、そういうふうにね協会がねこうバックアップしてくれた、まあ、APTF ももちろんですけど日本バトン協会ももちろんそうだと思うので本当に感謝しております。あとはね、大会自体はですね、もう日本選手団がエントリーをしていない大会も含めると10日間ぐらいあったんですね。すごく長い期間、今まででかなり長い大会期間だったんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、やっぱり日本の大会しか僕は、まあ、ほとんど知らないですけれども、やっぱりそうやって国際大会に行くと、やっぱりこう観客を巻き込む大会の運営というか演出がすごくやっぱりいいなというふうに久々にね行かせてもらって感じました。こう、まあ、文化かな、いろんなこうね文化の違いはありますけど、こう音が鳴ったら踊るみたいなやっぱり文化が日本よりもあるなというふうに感じています。なんかこう休憩ごとにこの曲が鳴ったらこの踊りみたいなのがやっぱりなんかあるんですよね。なんだっけ、マカレナとかなんかそんな感じのとか、まあなんかいろいろあるんですけど、まあ結構大会ごとにいつもあるんですけど、まあ今回もそういうのがあって、やっぱりそうこう見てる人も楽しい、もちろん出る人も楽しい、そしてなんかジャッジもなんか楽しいみたいな、こうみんな会場にいるみんながこう大会を楽しむぞっていうような空気がやっぱりすごくあるので、うん、そうですね、やっぱ競技の大会もいいですけど、その中でもこうパフォーマンスとか選手目線だったりとかっていうのがこう海外の大会だとすごく感じるので、日本もそういう風になったらいいなという風に思います。やっぱバスケットのハーフタイムとか出させてもらうとやっぱりそういう感じなんですよね。こうお客さんを巻き込んでいかにこうショーアップして楽しんでもらえるかみたいなところにすごくフォーカスがいっていると思うので、なんかやっぱりバトンはちょっとこう硬くて競技バトンきちんとみたいな印象がやっぱりあるので、それでもいいと思うんですけど、やっぱりこうバトンをしてない人が 見に来てもらえるような大会の雰囲気とか演出とか大会作りっていうのがやっぱり日本は必要かなと、まあ世界大会もそうですけどバトンの世界にとったらやっぱり必要かなっていうのは感じました。そしてやっぱりみんなね技術がすごくやっぱり伸びていますね。コロナ禍を超えてこう出てきた、この大会に出てきた選手っていうのはやっぱりこう技術の蓄えがやっぱりすごいなというふうに感じました。まあ、一方で、まあ、少子も言っていたけれどもノーミスでできた人がどれだけいたんだろうっていうのを考えると、もう少しミスのない演技に向けた、まあ、練習だったりとか作戦だったりとかっていうのはできたのかなというふうに感じました。やっぱりフリースタイルと違ってやっぱり技術量がやっぱり今回の大会はもう半端なく多いと思うので、やっぱりノードロップを出すっていうのはすごくこうリスクがあるとは思うんですけれども、やっぱりこう長い目で見てやっぱオリンピックになろうと思った時にやっぱりそういうミスのない競技っていうことはすごく大切だと思うので、
やっぱり競技レベルを上げるっていうか競技の質を上げるっていうことを考えると、やっぱりミスのない演技をいかにこう国際大会で行うかっていうところに特化してやっぱ選手が取り組んでいけると、もともとこうバトントワリング自体の質が上がっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。なんか数年前はさ、フィギュアスケートとか結構やっぱりミスが多かったなっていうふうに僕はちょっと印象を受けていて、こうジャンプで転ぶ選手だったりとか、まあ普通に転ぶのが当たり前みたいな世界線でやっぱ競技をされているなっていう印象を受けたんですけども、ここ数年はやっぱりジャンプでのミスが本当に少ないなと思って、ミスのない演技こそ優勝できるし、ミスのない演技の中でもこう接戦で素人が見たらわからないみたいな競技のレベルの高さが伺えるなっていうふうに思ったので、なんかそれはバトンにとってすごく必要なんじゃないのかなっていうのは感じています。すごい急に真面目だね。もうちょっと10分ぐらい話してるんですけれども、まあでも本当に大会自体はとってもね楽しくてアットホームでいい大会だったんじゃないのかなというふうに思います。また来年はその IBTF になってからのフリースタイルの初めての世界大会になるので、どういうふうにこう大会がね行われていくのかっていう、やっぱりこう組織が違うので、まあ、大きく挙げるとリストリクションというこう技の制限が協会によってあるなしがあるので、どういうなんていうのかな、どういう日本はどういう競技に出て、どういうちょっと頭が回んない、うん、それを決めていくんですよね。何に出て何は出ないのかとかっていうのは多分日本は決まっていくと思うんですけれども、まあちょっと競技数がね今までよりも増えてしまうんですけれども、その中でもこう一つの組織としてこうどこを目指していくのかっていうのはやっぱり今後考えていかなくちゃいけないことなんじゃないのかなとか思ったりもしながら大会を見ていました。やっぱり選手の時はそんなことは考えてなかったけど、やっぱりこう指導する側になったりとか協会の中に入らせてもらったりすると、やっぱりそういうこともこうなんとなく考えることができるので、バトンにとって何が必要なのか、これからのバトンはどこに向かっていくべきなのかみたいなことも考えるいい機会になった世界大会のコーチとしての引率だったかなと思います。ちょっと大会自体のことがたっぷり話してしまったので、じゃあ次回はなんだっけ、観光編とあとワークショップのね動画も出したんですけど、まあちょっと文字だけじゃなくて言葉でもお伝えできたらいいかなと思うので、そんな感じのやつも来週次回動画撮ろうかなと思います。それではこの動画がいいねって方はグッドボタン、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。今回ウルトラはですね、10月岡山で行われるマーチングイン岡山というのにウルトラトワラーズとして出させていただくんですけれども、それちょっと告知もねインスタでさらっとさせていただいたりしてますけれども、それがちょっとね今までにない感じの新曲を披露して、また新メンバーというか、今ウルトラは2度あるメンバーは多分ないと思うんですけども、もう今までないメンバーが集まってくれて、ちょっとこう楽しみな作品作りが始まっているので、そちらもちょっとワクワクしながら頑張っていきたいなと思っております。本当にさ、4月からさ怒涛の夏を迎えてさ、ようやく終わったと思って、まあゆったりねちょっと気分転換、まあ仕事だったけどゆったり気分転換も何も考えないことがしたかった海外での期間があって、ああと思って、それもようやく終わったと思って帰ってきたけど、なんだかんだね、まあ今月、来週、再来週東京都大会もありますし、その後すぐね意外とすぐ関東大会もあるし、結構ねありがたいことにいろんなお仕事の声もねパパパッとかかって、この間は大学バトン連盟のバトンオンパレードに出させていただいたりとか、こういろんなね出演だったり講習会だったり指導だったり
結構こうコロナ禍ではなかった久々のね、こういろんなあちこち行かせてもらえる機会をいただけるので、それもそれですごくワクワクしております。12月までね、また怒涛の下半期を迎えるんじゃないのかなと思うので、そちらも楽しんで頑張っていきたいと思います。いやでもね、夏の自分マジよく頑張った。お疲れこまちゃん、よく頑張ったよ。ということで終わります。